初登場、ご紹介いたしましょう。番組は島本和彦先生です。いやみんな、俺が島本和彦だ。よろしくお願いします。同じ担当だったから、小学館の担当で、はい、それで、青い炎では、俺はいろんなやつに乗り越えられていったみたいなこと書いてるけど、いや、結果的にあんたが俺を乗り越えたんだろうっていう、同じ担当編集者で、同じ時期に漫画スタートして、俺の方のアリエネは静かにいなくなって、ものすごい大ブームだったし、あの頃の青い炎は。青い炎は、ドラマになった時ちょっと盛り上がったんだけど、はいはい、その前に絶望に効く薬をやってたじゃないですか。あんなり立派な単行本出してもらってさ、なんか俺はもう絶望してるみたいなさ、カッコつけて最初1巻ぐらい書いてて、その後はなんかちょっと絶望に効く薬が売れてきたんで調子に乗って、はい、富野義之さんとかもうお前絶望してないだろうっていう話があったよね。ありましたね、うん、はい、それでもその連載ずっと続けてて、周りから見たら人にインタビューして、はい、自分で何にもストーリー考えないでインタビュー結果だけを作品するなんて楽なやり方で儲けやがって、こいつちょっと羨ましいなと。あの時私本当に売れてない時だったんで、山田さん言われてますよ、山田さん言われてますよ、羨ましいなと思った。もう小学館に可愛がられやがって、はいはい、うん、その数年後私もやっと小学館に復帰することができたんだけど、ね、だから自分が先にいい思いをしてやがるのに、私が青い炎でちょっとねドラマになったら許せないっていうのは狭すぎやっとお前もなんかこっちの世界に芸風一緒じゃないですか。いや言って一緒だよ。違うから悔しいんだよ、悔しいんだよ。それは彼の絶望に効く薬の自画像ってかっこいいじゃん。かっこよくて横向いてフフッとか言ってかっこいいこと言うんだよね、うんうん、もしもし炎くん、はい、自分を美化しすぎだよね。もしもしあんたこれですよ。いいですか。これはもう何をやっても浮かび上がれない漫画家の超イケメンじゃないですか、石の森キャラで。しかも石の森キャラときたか。ダメージを受けている。島本さんが今ダメージを受けたのか。違うんですか。石の森キャラはもう脱してると思っていたが、君にはそう見えてる。以上そうです。すごい、それすごい褒めてんですよ。俺は嬉しかったんですから、あの石の森の絵をちゃんと引き継いで82年に登場っていうのは僕らの世代はすごい嬉しかったんですよ。俺間違ってないと思うんだけど、もう言葉選ぶ石の森先生も傷つけないように言わなきゃいけない。そうなりますね。どうなんですか、それってダメな、嫌なんですか。何がですか。だって俺は引き継いでるように見えるんですよ。引き継いでますよ。ですよね。もうね、世の中で自分こそ石の森、自分こそ松本零士、いますね、もう尊敬してましたっていう漫画家たくさんいるんだけど、いますね、はい、その足をこう組んで腕組んで、はい、お前の絵似てねえだろ。お、言ったなって。勝負するかみたいな感じですよ。009勝負してやろうか。もう見たい。受けてたんだ。いろんな人がやってほしい。それで勝っても、はい、漫画家としてレベルが高いわけでは決してない。むしろ負ける方が勝ち。そんな石森先生と同じ009を書いていいのは石森プロの人だけ。早瀬正人さんだ けとか決まってですよね。そう決まってる。これは仕方ない。僕が高校生だったんですよ、はい、だからあの書き方も含めて、あと擬音まで、はい、構図もそうですけど、うん、もう80年代にはそれやっちゃいけないよってやつを言われて、あえてぶつけてきたのがすごいかっこよかったです。うん、だってみんなニューウェーブとか気取ってたじゃないですか、あの頃って。俺も気取ればよかった。いやいや、やめてくださいよ。あの時が分岐点。40年前の反省ですか。あの時が分岐点だよね。なるほど。そうか、82年って40もう40年前、前は生まれた年じゃん。だからオートモブームは来てんのよ、うん、70年代後半からだから、うん、あ、そうか。そうで、青い本に書いてありますけど、その70年代からおしゃれな連中がいっぱい出てくるんだけど、シャンオさんは G ペンを捨てないのよ。そこがいいのよ。クーじゃない。もう仕方ない。小学生の時から漫画、いや、幼稚園の時から、幼稚園からコマに割って漫画書いてから、中学1年ぐらいの時に、はい、今から漫画を描き始めるやつに負けるわけにはいかんみたいなことを思ってた。俺のキャリア上だぞ。そうそう。だけどその時描いてない人の方が、はい、そのニューウェーブに乗っかれた。わかります。なるほど。手塚治虫、石ノ森章太郎、まあ、よくね、あの時代チームが終わった。そうそうそう。もうあの人たちがいる限り新しいものは生み出せないって私の先輩の漫画家たちが言ってたじゃないですか。言ってました、言ってました。私もそう思ってましたけど、はいはい、ところがどっこい、はい、その後、はい、いろいろ新しいものが出てきてる、はい、
友だとか、そう、鳥山だとか、高橋留美子とか、高橋先生とかね、乗れない。もう同じ年代でも高橋先生に影響されて変えてった人たちがいるのに変えれなかった。いや、良かったと思いますよ、うん、倒すべきだって思っちゃったから。石の森高橋留美子、高橋留美子も倒す、倒すべき。いや、あの倒すシリーズで言えば、はい、足立満を倒すがあったじゃないですか。アシスタント行ってんすよ ね、 でもね、足立先生を倒すとは思ってない。え、なんでだろう、呼び出されちゃうからジャンルが違います、足立先生と、うん、ああ、そうなんです。なんだろう、タッチがね、連載してる時にちょうど同じ時期に連載してたわけですよね。あの時あれですよね、タッチとうるせえですよね、そうそうそう、柱が、はい、もう大人気でね、ええ、たまにさよなら三角が1位通るんですよ。でも、ああ、原先生、はい、はい、原先生ね、あの時はね、分からなかったけど、はい、今見たらすごい技術を持ってるんですよ。あ、そうですか。そう、はい、もうあの時本当に私が原先生のことを認めて、うんうん、はい、テクニックを入れてれば、はい、早いうちに売れる漫画家になったんですよ、はい、ラブコメの王道として。ラブコメだけじゃなくて、じゃないんです、間なんですよね、間の取り方がすごく上手なんですよ、原先生は。それが分からなかったの、当時は、はいはい、私ね、青い炎に出てくる人は私が尊敬する人しか出してませんから、はい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 、で当時分からなかったから、はい、原秀則みたいなことを言わせてるけど、はい、今見ると、はい、お前ここで勉強すべきだったっていう、こうなんていうか反省点で言ってるんですね、あれ、はいはい、だから その当時生きて、炎くんが生きてるのは全部ね、反省点。あ、そうなんですか。本当にそうです。原さんはね、あれ、あのさよなら三角ジャストミートの後に、はい、トネビックに行くんですよね、はい、で冬物語で大ヒット飛ばして、ヤングサンデーの柱ですよね、前半の、はい、それで大井龍馬と二大柱だったんですよね。おしゃれな絵を描かれてましたからね。そうですよね、素晴らしいね、そんな風に見てたんですか。そうですね、はあ、それが気がつかないんです、昔はね、はいはいはい、うん、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。